地図タルシュルジロンドは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、シャラントマリティーム圏のコミューン。この古いバースティッドは、イングランド王にして、アキテーヌ公であった、エドワード一世が、1284年にジロンド川を、見下ろす路頭の上に築かせた。観光と工芸のための村、時には、立ち合いが生い茂る地ともされるダルモンは、崖の端にある。 ロマネスク様式の教会もその名声の一部である。かつては、フランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の途上の村であった。コミューンは、フランスの最も美しい村に登録されている。北西から見た、タルモン面積444ヘクタールのうちに、山が、ジロンド川川口に面した湿地である。北には、メシェシュルジロンド、東は、 アルス丘陵である。ジロンド川に注ぐ支流が湿地帯を蛇行する。コミューンの残り1、3は沿岸部に連なる石灰岩質の大地で、崖は海から浸食されている。中世以来の町はその大地の一つにある。海洋の崖から分離された一角にたるものはあり、半島を形成している。湿地が放牧地として利用されているので、コミューン南部は主として、 穀物を生産する農家やワイン用ブドウ生産者が占めている。繁殖や越冬に適した場所があり、渡り鳥の特別保護区となって、ナトゥーラ2000に登録されている。コミューンの99%は農地、それも草地で占められる。1988年4月2日より、水と湿地に囲まれた環境を持つ、コミューン全体が、 建築遺産を保護する特別地域に分類されている。コミューン面積の93%が野生動物の生息地として保護されており、そのうち83%は保護鳥類である。ヒメハイイロウヒ、サギ、ハヤブサといった多くの種の繁殖地、渡り鳥の中継地となっている。タルシュルジロンドは、ロワイアンから 19km、サントン十地方のかつての首都にして、 県第3の都市3都から 36km の位置にある。ロワイアン・ロシュフォール間、ロワイアン・ラ・ロシェル間の道路の再開発がなされ、北に 85km 離れた、郡庁所在地へ約1時間半で行ける。コミューンを通過する主要道は2つのみである。県道145号線は、ロワイアンとボルドー間を結ぶ観光道路である。県道百十四 e 九号線は、 隣町アルスへ向かう第二の道路である。町と地方道のネットワークは中世の町と海洋の間の接続を確立している。町から2 0トル離れたところに商業路線のないロアイアンガメディ飛行場がある。最寄りの空港は5 5トル北のロアイコールサンタニャン空港、1 0 5トル離れたボルドーメリニャック空港である。 第一次世界大戦中、小郡町のある構図へ鉄道でつなぐ構想があった。主として、軍事目的であった、この事業は、戦争が終結すると、直ちに放棄された。ロワイアン駅が町に、最も近い鉄道駅である。12世紀から14世紀の古い文書は、タレメンダス、タリモン、タリモと無差別に言及している。 17世紀にはいくつかの文書でタリムンドやタルムンドと記された。人の定住は太古に遡ることができる。多かれ少なかれ、村の存在は重要なローマ時代の町、ノーイオレグムに依存していたという仮説がなされる。1876年、郷土史家ウトロープ・ジュアンは、集落の中心にガロロマ時代の石組みを発見した。実際には、 タルモンの重要性が増して、農イオレグムを放棄したことを示唆する手がかりであった。古代都市の遺跡は、現在の村の方がである、採石場となったのである。中世の間、タルモンは、タリモと呼ばれる軍事の土地、荘園であった。1284年、タルモンは、イングランド王にして、アキテーヌ皇である、エドワード一世が買い上げた。王は、 当時フランス南西部で花開いていたバスティッドに匹敵する閉鎖都市を作ろうと防衛を強化することにした。したがって都市計画は5番の目状態で通りには防衛をたやすくするため直角に交差する場所を設け敵の進行をより困難にした。事業は王がサセックスのウィンチェルシーで行った図面に基づいていた。この時点では 教会の先に古い遺跡を見ることができる城壁で囲まれていた。例えば、四角い塔、ブランシュ塔のあった唯一の痕跡である壁の一部である。100年戦争中、タルモンはイングランドとフランスの激しい競争の地であった。重要な軍事要塞であったので、タルモンはフランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の巡礼地であった。巡礼者は、 教会の守護聖人セーラドゴンドへ祈りを捧げた後、スラック聖堂へ向かうため、ジロンド川を渡るか、ブライからボルドーへ向かい旅を続けるかを選択できた。14世紀終わり、タルモンは、フランス王領に組み込まれた。古い文書は、町の知事、モンジッソンが社政について触れている。1410年には、ギュイエンヌ・コールイは、 ルノー六世ド・ポンスに置き換えるよう要請した。正式な文書が出され、牛エンヌ・コールイが、新たに、サントン・ジュに送り込まれた。1440年、シャルル7世は、タルモン行政管区を海軍帝督プリジャンド・コエテビに送った。1706年に描かれたタルモン・クロード・マッセが1706年に、修復した城壁の遺跡遊具の戦争中。 ジロンド川周辺は、新教改修者が多かったが、タルモンは、カトリック信仰に忠実であった。1563年春、タルモンは武装したカルバン派の軍に落とされた。しかし、間もなくして、カトリックの画像となった。翌年、バスク時に王兵たちが、タルモンを襲撃し、ーズへ撤退した。力で屈しなかった、タルモンは、策略で落とされた。 1574年のカーニバルで、ユグノーの兵士たちが、要塞警備の偽装をして侵入し、仲間のために、内側からタルモンの扉を開いた。以後2年間、タルモンはユグノー派に留まり、暴流の和平後は、カトリックの手から離れることはなかった。フロンドの乱さ中の1652年、フロンド側の高貴な貴族たちは、スペイン軍と同盟し、タルモンを占領。 放築される前に防衛設備のほとんどを破壊した。新教の許容は、ルイ13世が主導し、その後継者、ルイ14世が引き継いだ対抗改革に直面することとなった。1682年、国王が、なんとの直令を排するフォンテーヌ・ブローの直令を交付、1682年に正式に、新教信仰が禁じられた。 1682年の直令は、神教の説教を違法としたために、砂漠の教会と呼ばれる時代の始まりを決定づけた。この時、なや、時には、船の上が、祈りの家に変えられた。17世紀終わり、タルモンは、ラロシェルのジェネラリテに属していた。タルモンは、マレンヌ選挙区の飛び地であった。1699年に回顧録を執筆する際、 ミシェル・ベゴンは、シャトレニード・タルモン教区について触れている。タルモンの街の外では、小麦、ワイン、干し草が作られていた。タルモンの要塞は、断続的に続く紛争で傷ついた。城壁の修理は1706年に、ギシ・クロード・マッセに委ねられた。6カ所の、邪悪な砲台は、海岸からの攻撃から街を守るために備え付けられた。しかし、資材の不足から、 事業は終わらなかった。18世紀から19世紀のタルモンは主要貿易港であったため比較的豊かであった。ボルドーへ向かう途上の船がタルモンに停泊したからである。最初の五番の目上の街並みは復活せずに中世に建てられた住宅が再建された。第一次世界大戦中の1917年、アメリカ軍は軍用資材の積みえ地となる軍港を ハルモンに作ることにした。準備作業は1917年7月に行われた。アメリカ軍は数世紀にわたって侵食されてきた境界の西側にある小島スフィンクス島を爆破した。6000人のアメリカ海軍工兵隊、町の外の兵舎に収容されていた1500人のドイツ人戦争捕虜が関わって鉄道線が敷かれた。 1918年の休戦協定は、この事業の死を告げる美しい鐘の音であった。タルモンを工業港にするという案は、数年後に浮上した。タルモンをボルドーの外交とする実現可能性を調査するため、1923年から1924年の、間市長、ポール・メタディエの招きで閣僚の代表団が、タルモンへやってきた。 1990年代初頭、地域県議会は、ジロンド川川口の二つの流れを結ぶ、高架橋建設に関する、広範な協議を開始した。最初の計画ではアルスからタレまでの1 1トルの区間の橋であった。ジロンド川高架橋建設共同組合参加を受け入れた数日後の1990年8月2日、タルモン議会は、高架橋建設を、 万丈一致で否決した。2003年10月31日、激しい嵐がこの地方に影響を与えた。教会のファサードに落雷があり、数箇所の損傷があった。ソースイコールカジニータルモンのロジタルモン経済は、長い間共同で行う、漁業、農業、ワイニオブドウ栽培で成り立ってきた。1835年、コミューンは、石でできた、不当。 漁港への遊歩道を建設した。そこは、ジロンド川河口を渡る多くの小型、皇帝船の大室となった。このため、ニベカの大ニベ漁が、盛んになった。漁師たちは、取れたカニやエビ、フジツボ、コーズや、メシェシュルジロンドの市場へ売りに行くのだった。同じ時代、数軒の農家は、コニャックに使用されるブドウの栽培で、日々の糧を得ていた。 郊外の海洋に建てられた醸造所は現在も稼働している。地元シャラント産のワインはバンデュタルモンデの名で作られていた。1920年代、蝶ザメ漁が盛んになった。その価値は魚卵にあった。このことはジロンド産キャビアの幕開けとなった。この漁は乱獲によって漁獲高が減少し、1982年に 当局が漁を禁止した。上記の経済活動と並行し、観光業はコミューン経済でますます重要な役割を果たしている。19世紀終わり、エミール・ゾラなどの作家たちがタルモンを発見するようになった。タルモンはロワイアンに滞在するリゾート客の継承地となっている。1960年代、当時フランス文化大臣であったアンドレ・マルローが、 主導し、コミューンの復元運動が進められた。そしてタルモンは観光と工芸の村へ転換されたので、ある。小学校は1970年に廃校となったため、学生は近接するコミューンの学校へ通う。最も近い小学校は、アルスとメッシェシュルジロンドにある。リセは、ロワイアンにあるが、コレージュは9キロメートル離れたコーズにある。 診療所と薬局は構図にある。最も近い総合病院は、ロワイアントサントにある。sitebernezac.com、ハットレプラスボービレッジズでフランスハットリステ、デゾーンデプロテクションジュパトリムアンアーキテクチャラル、ユルバニーパソジェフランセーズ EN2008 シュール、ルサイトジュミニステルデラカルチャーハット、レグラマンデラズパワップデタルマントシュール議論で、 シュールルサイトジュサービスデパートメンタルデール、アーキテクチュアイジュパトリムアンハット、オペケルブトワールリージョナルデールアンビランマンポワトシャラント、パトリムアンナトュレル、ハットソース、ビアミッシュランハットインカーチュレアーズイネリットデラ、サイントンゲ。カートアレールデセイント、エティエンデボックス、CH29、56、63、トラダイパールス、グラシリアー、1870、 インブレティンデラソシエテデアーカイブズイストリックで、サイントンゲイディオーネ、1879ページーズ30から31から32インタルマントイメルベイユーズシュールラギロンデ、パール・ベルナール・ムーニーページ31インタルマントイメルベイユーズ・シュールラギロンデ、パール・ベルナール・ムーニーページ53ポピュレーション・ムーニー・ゾポレ a u ー・チージャンビエ2007 コンサルトルサンフェブリエ2018とビンズジュタルマンデーズありがとうございます